ロートタムロートタムは幕名楽器である。幕に回転する枠を取り付け、この枠を回転させることによって、幕の張力を変え、音高が変化するように作られたトムトムである。一台で使われることもあれば、直径が異なるロートトムを複数台並べて使う場合もある。打楽器はティンパニを除き、演奏中に音高を変化させることが難しいが、 ロートトムはこれを変化させることのできる特徴を備える。ただ、銅がない分動なりが全くないため音量が少ない。また、銅がないために音が飛ぶ方向が四方八方で、バイキングが非常に難しい。パーカッションとしての使用のほか、ドラムセットに組み込んで使用したり、マーチングバンドなどでも使用されていることもある。日本のドラムメーカーのパール、楽器製造株式会社では、 1970年代後半頃から1980年代頃の商品カタログにはロートトム自体をタムタムとしたドラムセットレー、ティンバレスのような感じにロートトムをドラムヘッドとして使用したドラムセットレイを紹介していたこともある。現在もレモ社のロートトムはパール楽器製造株式会社で扱っている。ありがとうございます。